どうも、ケイスケです。ちょっとね、西日が出てるんですけども、今回先行で新しいカメラを送っていただきました。こちら、テネット。インスタ360X4 新しく出ました。いや、最高です、これ。インスタ360っていうとね、いろんなカメラ出てると思うんですけども、そのインスタ360の中でも、一番代表的なモデルがこのインスタ 360X シリーズで、それの第4世代、X4 がやってきました。で、僕ですね、実はこのね、X シリーズレビューはしたことないんじゃないかな。一回あったかな。ちょっと忘れちゃったんですけども、少し敬遠してたんですよ。っていうのも、それはですね、シンプルに解像度の問題ですね。360度カメラって今まで、まあ、5.7K とか、そのぐらいがマックスだったと思うんですけども、そのぐらいの画質だとね、ちょっと横長の動画で使うときに足りなかったんですよね。画素数的にもちょっと足りないし、あとはビットレートって言ってね、まあ、シンプルな、まあ、画質みたいなところかなとかも足んなかったんですけども、今回インスタ 360X4 になって 8K が来ました。この 8K がでかいのよ。あの、結局ね、360度カメラってこの2個のカメラで360度撮って、その360度全部で 8K っていう話なので、まあ簡単に言うと 4K のカメラがくっついてますよみたいな感じなんですよね。で、結局横長の動画とかで使うときにはやっぱりね、クロップしてしまう、切り取ってしまうので、実質この 8K の画質をフルで使うことはできないという形なので、結構切り取り前提になるというふうに考えたときに、この 8K っていうのが本当にでかくて、まあ今回のアップデートでかなり実用的になったなと僕は思ってます。で、もちろん 8K30p で撮れるっていうのもあるんですけども、動きの多いシーンでは 5.7K の 60p で撮れたりとか、あと 4K の 100p っていうのでも撮れるし、こんななりして、実は防水でですね、まあ、10m までそのまま沈めることもできるということで、結構モリモリの正当進化なんですけども、モリモリのスペックとなっております。ってことで、実際にいろいろと使ってきて作例もたっぷり用意したんで、ぜひ360度カメラ気になってるよとか、うわ、正当進化してるの上がると思う人は最後まで聞いてくれると嬉しいなと思います。早速いってみましょう。はい、改めまして、今回ご紹介するのはこちらのインスタ 360X4 最新の360度カメラです。そもそも360度カメラって、まあ、あんまり使ったことない人もいると思うんですけども、シンプルに360度カメラっていうのは、まあ、名前からもわかる通り、360度全部撮れてるカメラになります。なので、これでもう本当に360度モードで全体を撮っておけば、後で編集の時に画角さえ調整できれば、もう何も気にする必要がないよっていうのがこの360度カメラで。でも本当に、なので、自撮り棒をつけて、ここら辺でピュッと再生しておくだけで、まあ、外も撮れるし、中も撮れるみたいな。で、結構ね、ちっちゃいカメラとか使ってると、外と中どっちも撮りたいんだよねみたいなシーンたまにあるんですよね。そういうのあったりするんですけども、それももうこれでカバーできちゃいます。要は1台で内と外の2カメあるみたいな感じなので、そういう形でも使えるのがこの360度カメラのメリットかなと思います。まあ、こういうね、360度カメラ特に使うよっていう人は、例えばこういうアクロバットな、あんまり普通のカメラではできないような映像を作ったりする人だったりとか、逆にお子さんがいる人とかね、ちょっとカメラのこと気にする余裕ないわっていう時には、これさっとつけておけば、基本後でね、編集の時に調整ができるので、もう撮影時はあんまり気にしなくていいっていうのが360度カメラのメリットだと思ってます。で、実際こう使う時には、こういうね、自撮り棒みたいなものを下にくるくるとこうつけて、それで伸ばしてこうやってね使ったりするんですけども、この棒見えちゃうやんと思うじゃないですか。なんですけど、あの、こんな感じで棒消えてくれます。すごいよね、この技術で。ちょっと前のさ、360度カメラ、結構この昔の多分世代のやつとかって、棒の消し方すごい不自然だったんですけども、今めちゃめちゃ自然に消えてて、ほんとこれ、つなぎ目が全然わかんないのもすごいなと思います。すごくない？で、もちろん360度カメラみたいな感じでも使えるんですけども、こちらの X4 シングルモードっていうのがあって、要は普通のアクションカメラみたいに片側のカメラだけを使って撮影できるっていうモードもあります。それはもう普通のね、アクションカメラ、要は GoPro とかDJI の Osmo Action とか、そういうアクションカメラと同じような感じでこういう風に撮影ができます。もちろん手ブレ補正も効くし、この画質も 4K で今回撮れます。すごくない？まだね、シングルモードはこうやって、手持ちでこのね、カメラの方向、カメラの向いてる方向を撮影するんですけども、ミーモードっていうモードもあって、その場合はこういう風に伸ばしてると、ちょっと長いと見えないですね。はい、こういう風に、まあ、伸ばしてると、この持ってる棒の方向を
向いてくれるっていうミーモードっていうモードがあります。まあ、やっぱこう棒を伸ばした状態、ちょっと遠くから撮りたいなっていう時にこうやってさ、わかる、あのこうやって棒を伸ばした状態で自分の方にカメラ向かせるの難しいじゃないですか。なので伸ばした状態でも自撮りができるようにミーモードっていう機能があります。このミーモードであれば後からの編集も必要なく、まあ、さっきから言ってる普通のカメラのようなアクションカメラのような撮影ができるという形になってますっていう感じで、まあ、360度カメラ全体の話から少しねこの X4 の話まで脱線しちゃったんですけども、もう少し詳しくこう外観だったりとか、あとはスペックみたいなところを見ていきたいと思います。はい、ので改めましてこちらがインスタ360X4 ですね。外観はそんなに1個前のモデルの X3 とそんな大きく変わらないのかなと思います。でスペック軽くご紹介しておきます。スペック的には画質が MAX8K30P、5.7K60P の撮影ができます。スローモーションは 4K100P までですね、撮影ができる形になります。で冒頭でも言った通り10メートルまでの防水があって、バッテリーは 5.7K30P で135分持ちます。前のが90何分とかだったので、結構ねバッテリーの持ちは良くなってる感じですね。ちなみにバッテリーはここからこうやってピュンと取れます。でですね、インスタ360X3 から上がってるポイントでいうと、まあ、X3 よりもそもそもねちょっとサイズが大きくはなってるんですが、まず画質の部分、もともと 5.7K だったのが 8K30P まで撮れるようなところだったりとか、あとは 60P の撮影も 5.7K まで撮影ができるようになっています。でさっきご紹介したミーモードってやつですね、この手前の、この棒を持ってる手前の人を撮るモード、前の X3 のモデルではフル HD までしか撮影できなかったんですけども、今回から 4K の 30p と 2.7K の 120p とかまで撮影ができます。かなり画質良くなってますね。でバッテリー今ちょっと調べたら 5.7K30p で135分、これが持つようになっていて、前のモデルは81分でした。なので 1.5 倍ぐらい持つようになってるのかな、あもうちょいか、1.6 倍か 1.7 倍持つような感じになっています。でプラス機能面としてジェスチャーの操作、あとでご紹介するんですけども、手をこうジェスチャーで、録画のオンオフができるようになったりとか、あとは音声の制御でついに日本語が対応になりました。なので日本語で録画をオンオフすることもできますっていう感じで、あの正当な進化なんですけども、かゆいところに手が届くような感じになっています。まあ、前のモデルの方がちっちゃい形なので X3 もね同時に発売するらしいんですけども、まあ、もっとコンパクトに気軽にやりたいよって人は X3 でもいいと思うし、画質求めるよって人は今回のね X4 はかなりぴったりかなと思います。で外観ね詳しく見ていきます。まあ、かなりディスプレイとかも大きくなってるみたいで、どこから説明しようかな。ここですね、まずバッテリー、ここの下の部分をつまむとバッテリーが出てきます。でこちらのバッテリーのところに SD カードを入れる部分もあるので、ここから SD カード、マイクロ SD ですね、入れて使うような形です。でここですね、開くと USB-C のポートがあります。でこちらのサイドには電源ボタンとカスタムのボタンがあります。 Q のボタンですね、があります。ちょっと電源つけてみましょう。はい、こんな感じで電源がつきます。こちらの丸のボタンで録画の開始と停止ができます。でこっち側のボタンに関しては押すとモードチェンジができます。例えば360度の写真と動画を切り替えたりとか、まあ、スターラプスとかタイムラプスとか、その辺がいろいろ細かく変えれたりします。ここのね上のボタンを押すと、よいしょ、360度モードと、まあ、さっき言ったアクションカムみたいなモード切り替えることができます。かなりこのね画面の操作感もいい感じですね。最初使うときにあのインストラクション説明が出てくるので、操作も慣れないことはないと思います。ちなみにさっきご紹介したこのね横のカスタムのボタン、 Q のボタンですね、これを押すとプリセットを呼び出すことができます。なんでこれであの自分の好きななんか360度のこの画質で撮りたいよとか、そういうプリセットを用意しておけば、そこをねここに保存しておけるので、モード選択をもっと簡易化したいよという人はこちらのねボタンも使ってあげてくださいという感じです。ちなみに360度モードの時はここね、ずらすとこういう感じで、あんま見えないか、あのこれね今僕の顔が映ってますあとですねちょっと付属品ご紹介したいんですけども、はい、まあ、こういうね、まあスティック、基本的にはこのスティックにつけて操作をするので、これね種類っていうね三脚のメーカーとのコラボ品だと思うんですけども、こちらね今インビシブルスティックですね、これを使うと棒が全然見えないような形で操作ができます。でこれをここのね横につけてくるくると回すとバレットタイムっていうのが撮影できます。このねバレットタイムってどんな映像なのっていうのは後ほどねちょっと作例でご紹介したいと思います。あとこういうねめちゃめちゃ大きい3メートルまで伸びる自撮り棒もあったりとかするんですが、結構今回目玉なのがこちらですね。ちょっと僕もまだ開けてなかったんですけど、プレミアムレンズガードです。でこの360度カメラのどうしてもネックなのがこのレンズの出っ張りね、怖いっしょ。もう明らかにさこう落とした時にさこのレンズに傷が入りそうな
感じなんですけども、今回このプレミアムレンズガードっていうのをこうやって装着することができます。ほい、こんな感じで、両方につけることができます。これをつけると、かなり綺麗な画質の状態で、かつレンズを守りながら撮影ができるという感じになっております。いいよね。でもちろんね、これね、プレミアムレンズガードつけた時には中にね、プレミアムレンズガードモードっていうのがあります。このね、上のメニューのところからこのね、レンズガードっぽいマークがあるんですけども、これを押すと今オートになってるんですけども、標準レンズガード、プレミアムレンズガード、レンズガードなしっていうのが選べます。これでプレミアムレンズガードにしておくと、基本的にはこのプレミアムレンズガードをつけた状態で最適化された映像が撮れるという形になっております。このレンズガードに関しては標準のレンズガードっていうのも標準で、ね、付属されてるんですけども、もっと傷がつきにくかったりとか、あとはね、透明度が高いのでかなり綺麗な映像が出力できるということで、より一層こう画質を求めたいよって人はこのね、プレミアムレンズガードを使ってみてください。安心しながらね、綺麗に撮影できます。ケイスケの動画よいしょ。うわ、西日すごいな。もう西日がちょっとすごいことになってますけども、ということで、ここまでご紹介させていただいたので、ちょっといろいろ外で撮ってきました。ので、その作例、例えば画質とか音質とか、あとは機能でね、あ、この機能でこういう映像撮れるんだと、そういうのもぜひね、見てくれると嬉しいなと思います。早速、作例の方、どうぞ。はい、ということで、外で出てきました。今、360度モードの 8K24P で撮っております。いかがでしょうか。色味もね、今は標準の色味にしてあるので、なんていうんですかね、なんか色編集とかしてない感じですね。音とかも入ってるといいんですけど、どうなんでしょう。360度モードだと、後からね、編集する形になるので、こんな感じで、ほんと360度撮れてるという感じになります。眩しい。いい天気今日。めちゃくちゃ。いや、なんかね、ここ数日めっちゃ曇ったんで、たまたま今日晴れてよかった。で、ちょっと今360度モードだったんですけども、ここからですね、シングルモード、要は普通のね、 GoPro とかそういうね、アクションカムと同じような撮影に切り替えてみます。はい、ということで変更しました。今は、色味標準にしていて、シングルモード、シングルレンズモードで撮影しています。なんで360度ではなく、要は普通のね、アクションカメラみたいな感じで撮影ができてるはず。ちょっと色味を自分の色味にしちゃっていいですか。フラットにして自分の色味当てます。はい、ということで変更しました。今色味をフラットにして自分の色味当てております。で、シングルレンズモード、このカメラのモードでは3種類、画角があって、アクションモード、ウルトラワイドモードと、デワープのモードがあって、今デワープで撮影しています。デワープが一番ね、歪みがないので、なんか Vlog とか綺麗に撮れるっていう感じで撮影ができます。いいよね、かなり歪みがなくて。これね、アクションとかにするとめっちゃ歪むんだよな。ほい、これがアクションモードです。だいぶさっきと違ってちょっと歪んでますよね。なので僕はね、デワープの方が見やすいと思って、デワープをね、よく使っています。いや、シングルモードはね、もう普通に使いやすいですね。手ブレ補正もめちゃくちゃ綺麗に効いてるんで、全然もうこのモードだけでも全然いいって感じ。やっぱこういう360度カメラって、普通にね、360度カメラとして後で編集できるよっていうモードで使うのもいいんですけど、こういう風に本当にね、普通の、要はアクションカメラみたいな感じにして使えるっていうのがかなりメリットかなと僕は思ってます。ついでにタイムシフト機能も試してみました。これ持って歩くだけでこんな感じの映像撮れるのすごくない？これでちょっとね、ここで知ってるでしょ、この場所タイムラプス撮っていきたいと思います。端っこから、いや、結構こういう風にタイムラプス撮っていこうかな。あっちから。タイムシフト機能、要はタイムラプスはやっぱりね、長い時間撮ってそれを圧縮すると、より一層かっこいい映像が作れると。ってことで、少しずつ少しずつ歩いて撮影していきます。この撮影してる間ももちろん360度全部撮れてるので、どういう風に撮影してるか自分の方も映しつつ、はたまた外の景色も映すってことができるので、そこも YouTuber 的にかなりいいなと思いました。ボイスマッチで、ちょっとですね、試したいのが、今回から 5.7K の、バレットタイムが撮影できるようになったんですよね。なんかバレットタイム用のこういうね、なんか自撮り棒みたいなのがあって、これをこうはめて、よし、こんな感じで頭上で回すみたいな感じで使うとバレットタイムが取れるらしいです。ということで、試しに 5.7K120p ちょっとね、
危ないので公園に来て誰もいないところで。バレットタイムも撮影してみました。正直これどこで使うねんというところではあるんですけども、後に紹介する AI 編集とかと合わせて使うと動画の一個のアクセントとして使えるかなと思います。またミーモードも使ってみました。ミーモードはちゃんと音声も入るので、まあ、スノボとかバイクとか外のアクティビティで使うっていう方はかなり重宝するかなと思います。ないですか。はい、ということで見ていただけましたでしょうか。いや、かなり画質良くなって、本当もうシンプルに正当進化なんで、画質が良くなって使いやすくなってるなと思ってます。で、僕ね、結構360度カメラ昔からね使ってもいたんですけども、一個やっぱ懸念点は画質だったんですよ。それ解像度ってね、さっきから言ってる 8K とかその話もあるんですけども、プラスしてビットレート、要はまあ全体的なこう画質があんまり良くなかったんですけども、今回ねそれもかなり良くなってそうな感じがして、なんか全体の処理がすごく上手くなってるなっていう感じがします。まあもちろん、じゃあ一眼レベルかって言われるともちろんそうじゃないかもしれないんですが、ただこのねコンパクトさに対してはかなり画質がいいなと僕は本当に思いました。全体的なね画質がすごく良くなってる。あとちょっと新しい機能としてジェスチャーの機能とか、あとは音声操作っていうのが追加されているので、ちょっとご紹介しておくと、ジェスチャーの機能、まずねメニューからオンにできます。今オンにした状態なんですけども、これで手をかざしてあげると録画が開始されます。でもかざすと録画停止というふうになります。 V のサイン出すと写真が撮られますでですね、音声の操作っていうのもできます。で今回これが音声操作が、前まではね英語と中国語だけだったんですけども、これが日本語も追加されました。なのでですね、録画開始、はい、今録画開始されました。これで録画停止、これで録画停止ができましたっていう感じで、音声でも操作ができます。ぜひ使ってみてくださいっていう感じで、まあいろいろ機能紹介したんですけども、プラスしてちょっとおもろいのが、これ DJI マイク2、 DJI のピンマイクが Bluetooth でつながるようになってます。それもすごくない？なんで本当 Vlog の時に360度カメラ撮りながら自分の声も収録できるっていうね、すごいおもろい使い方もできるようになりました。素晴らしいね。ケイスケの動画で、続いて編集のところも軽く画面出しておきます。僕はねパソコンでやることが多いんですけども、パソコンでやる場合はインスタ360スタジオっていうねソフトウェアがあるので、そこに読み込んで、そこでまあキーフレームっていうね、ここの場所ではこの映像、ここの場所ではこの映像っていうのを指定してあげて書き出すという形で使っています。基本的にはパソコンで使うことが多いですね。なんですけど、正直使いやすさの観点から言うとスマートフォンのアプリの方が正直使いやすいと思っていて、かなり直感的に操作ができます。まあ、それこそパソコンみたいにここでね、この画面にしようとか、そういうのも全部指定できたりするんですけども、プラスして AI の編集っていうのもできます。まあ、このね AI 編集っていうのを使えば、自分が撮った素材を元に全部 AI が感知して編集してくれます。ちょっと試しに AI 編集使ってみたので、こちらどうぞ。はい、ということで今回ねかなり機能がモリモリだったんで紹介も長くなっちゃいましたすごく機能がモリモリで、そしてですね正当には進化してるんですけども、やっぱ一番進化してほしかった画質の部分、本当ね幅広い人に使えるようなカメラになってるのかなと思います。それこそ逆にもうスマホでしか使わないし、軽くね360度で残したいよって人は1個前の X3 でいいのかなと思うんですけども、本格的に使ってみたいとか、やっぱ画質欲しいよね、パソコンでも残したいよねっていう人はこういうね X4 買ってみると、もっとね楽しく撮影することができると思いますので、ぜひ買ってみてくれると嬉しいなと思います。ということで今回の動画はこの辺で、今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あれチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。そして、僕のやってるコミュニティ屋根裏でもいろんな情報発信していって、いろいろね、みんなで撮影に行ったりとかしておりますので、ぜひ入ってくれると嬉しいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。